ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、素敵な告白の仕方だわ。見ているこっちまでドキドキしちゃう。告白、成功するといいけどなぁ、どうなるんだろ？やったぁ、カップル成立ね。推しのペアだったから嬉しいわ。霊夢、一体何を見ているんだ？あら魔理沙、恋愛リアリティショー番組を見ていたのよ。ほら、今すごく話題になっているじゃない？ああ、この番組か。確かに聞いたことあるぜ。そうそう、毎回すごくドキドキさせられるからついつい続きが見たくなっちゃうのよね。わかるぜ。次回予告とかもすごく魅力的だから1話見ると止まらなくなるんだよな。でも霊夢、こういった恋愛リアリティショーって、番組の面白さと魅力の裏には大きなリスクがあるってことを知っているか？リスク？一体どんな？ほら、出演者の方が取った行動や言動が大炎上することがあるだろ？ああ、そういうことね。あまりに炎上しすぎていてかわいそうだなって思うこともあるわ。そうだよな。こんな風に恋愛リアリティショーは、必ずしも明るい側面だけではないんだ。番組の盛り上がりの裏では出演者が悲しい思いをして、時には自ら命を絶ってしまうこともある。今回は、そんな恋愛リアリティショーの闇について解説していきたいと思う。とっても気になるわ。魔理沙、お願いよ。ああ、任せてくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、恋愛リアリティショーの負の側面が大きく注目されるきっかけになった出来事を解説していこうと思う。霊夢は木村花さんの身に起きた悲劇を知っているか？なんとなく知っているわ。テラスハウスという番組で起きた出来事よね。出演者の木村花さんにものすごい数の誹謗中傷が寄せられたのを覚えているわ。そうなんだ。テラスハウスは2012年から、台本のない男女6人の新たな青春の日々をコンセプトに放送が始まった番組だ。木村さんはこの番組に2019年から出演していたんだが、とあるアクシデントをきっかけにネット上で批判されることとなってしまった。とあるアクシデントってなんだっけ？木村さんのコスチュームをめぐって起きたアクシデントだ。女子プロレスラーだった木村さんは自分のリングコスチュームを大事にしていたんだが、それを誤って洗濯機の中に置き忘れてしまったんだ。そして、そのコスチュームに気づかなかった他の出演者の方が、自分の洗濯物と一緒に洗濯してしまい、コスチュームが台無しになってしまった。ああ、そうか思い出したわ。確か、リングコスチュームが台無しになってしまったことで、木村さんが共演者の方に激怒してしまったんだったよね。そうだ。このアクシデントをきっかけにネット上では、木村さんのアンチが大量発生。木村さんに対して次々に非難の声が上がった。いわゆる炎上というやつだな。アンチの誹謗中傷は本当にひどいものだったわね。悪い意味ですごく話題となってしまっていたのを思い出したわよ。そうだよな。しかも、この誹謗中傷が原因で木村さんは、自ら命を落としてしまったんだ。人気番組でこのような出来事が起きたから、恋愛リアリティショーの問題点も同時に浮き彫りとなって、大きな議論を呼ぶことになった。すごくかわいそうだったよね。当時、いろんなテレビ局でこの出来事が取り上げられていたけど、すごく胸が痛んだわ。普段は何も考えずにただ楽しんで恋愛リアリティショーを見ていたけど、さすがに私にとってもいろいろ考えさせられる出来事だったよ。恋愛リアリティショーの演出にはリアルさがあるからこそ、出演者が批判の的にされることも多いんだよな。木村さんの身に起きてしまったことは、ある意味その代表例だと言えると思う。でも、当たり前だけどこんなこと絶対に起きてほしくなかったよね。番組の制作者側も、視聴者側も、出演者のことをもっと考えるべきよ。その通りなんだぜ。出演者だって一人の人間なんだ。どんなことがあっても、辛い思いをするようなことが起きてはいけない。本当にそうよね。制作者側はどのように放送するのか、もっと考える必要があると思うし、それを見た視聴者も、どんなコメントをするのかよく考える必要があると思うわ。そうだな。場合によっては人を傷つけて大切な命を奪ってしまう可能性があることを、よく考えなければならない。そして、霊夢。何？霊夢はどんな人が恋愛リアリティショーにキャスティングされているか、注目したことはあるか？あんまりなかったわ。とにかく可愛い人やかっこいい人たちが出演しているというイメージね。そうか。それならキャスティングされている人の傾向と、その人たちの思いや努力についても、考えていく必要があるな。そんなところにまで番組の闇が潜んでいるというの？
ああ、出演者たちに着目することで、恋愛リアリティショーの闇がより浮き彫りになる。ほら、どの恋愛リアリティショーの出演者にもほとんど共通していることがあるだろ？若い人や、ある程度の知名度がある人が出演してる、とか？その通りだ。まさに、これから芸能界などでさらに大きく羽ばたこうとしている人たちが、出演していることが多い。確かにマリサの言っていることはわかるけど、一体そこにどんな闇があるというの？番組の制作者側にとってはすごく都合がいいってことだな。出演者にはある程度の知名度はあっても、日本や世界中のほとんどの人が知っていると言えるほどではないことがほとんどだ。だから番組側にとっては、拡散力がある一方で、キャラを安く済ませることができる。そっかぁ。出演者には、芸能界で活躍し始めた、そんなタイミングの人たちが多いのね。だから番組制作者側にとっては都合がいいのか。そうだ。加えて出演者側としても、今後仕事のオファーが来なくなることを恐れて、番組の制作者側に意見を言いづらい傾向にある。若くて、活躍もし始めたタイミングなのに仕事が来なくなっちゃったら怖いものね。もしかして、番組に出演している人たちはあんまり自由に動けていないのかしら？完璧に不自由かと聞かれたらそれはわからない。でも、番組内での自分の立ち位置や見られ方を気にしているのはほぼ確実だろう。出演者はたとえどんなに若くても、素人じゃないからな。プロ意識や仕事に対する熱意はものすごく高いはずだ。なるほどね。出演者たちも番組を盛り上げるために必死に頑張っているのね。そういうことだ。だからこそ、意図的にヒールのような立ち回りをする出演者もいるかもな。ただ、リアリティショーである以上、見ている側にはそれが本音なのか演技なのか、伝わりにくい部分がある。だから発言や行動が炎上してしまうことが多いのね。番組を盛り上げてくれるのも批判の的になってしまうのも出演者だからこそ、制作者側はもっと出演者をフォローすべきだと思うわ。そうだな。リアルさが求められる現場では出演者には大きなプレッシャーがかかる。だから、出演者の精神状態に変化がないかよく様子を伺って、可能な限り、出演者が伸び伸びと仕事ができる環境にしなければならない。そうね。出演者たちの努力や思いをもっと大切にしてあげるべきだわ。また、出演者のプロ意識が高いにもかかわらず、放送されている内容が必ずしもやらせではないことにも問題があると言えるだろう。今までの話を聞いていると確かにそんな気もするわ。リアルなことは恋愛リアリティショーの魅力ではあるけど、リアルだからこそ、出演者が批判されたり辛い思いをすることになるんだものね。そうだ。しかし、どんなに名俳優だと評判の高い人が演じても、完璧で詳細な台本の上で演技をすると、それが素顔や本音でないことはバレる。だから詳細な台本を用意することは、リアリティショーという番組の質を落としてしまうことにつながるんだ。番組の性質上、どうしても出演者に委ねなければならない部分があるということね。ああ、実際、とある恋愛リアリティショーのプロデューサーを務めたことがある人は、自分の想像以上に、現場で起きていることはリアルだったと語っている。出演者の喜怒哀楽や人間関係、行動や言動に台本はほとんどなかったそうだ。そんなにリアルだったなんて、よく恋愛リアリティショーを見ている私にとっても驚きだわ。でもマリサ、リアルさの中で、出演者が自分の立ち位置や役割を考えながら行動すると、台本がない状態で演じている人が発生してしまうということよね。ある意味そういうことになるな。制作者側に依頼されたやらせではなくても、出演者が自らの意思で演技をすることは起こりうるだろう。やっぱり台本がないことに出演者たちのプロ意識が加わると、出演者たちにはより大きな負担がかかってしまうように感じるわ。ああ、むしろやらせの指示があった方が、出演者にとっては楽かもしれない。出演者にはどうしても現場の空気を読んで行動を判断することや、どのようにしたら視聴者が喜ぶか、などを自分の頭で考えることが求められるからな。しかも、そういった状況の中でも、他の出演者を好きになる気持ちや、喜怒哀楽はフィクションじゃない。フィクションとノンフィクションの間を行ったり来たりしている状態なのね。もしも、私が出演者だったらと思うと、辛すぎてその場にいられなくなってしまうかもしれないな。本気で恋愛しながらも番組である以上自分の役割を考えて行動するだなんて、想像しただけでも混乱するわ。確かに、自分が出演者だったらと考えるとすごく精神的にきつそうだな。しかも、さっきから話しているように、見ている側からしたらどこまでが演技でどこからが現実かわかりにくいものね。
そうだな。だからこそ、視聴者の中には出演者の行動や言動の一部から人柄を判断して、心ない書き込みをする人がいるというわけだ。せめて、ヒール的な立場を演じた出演者がいても、実際には、その人が悪い人じゃないってことがわかるようにするべきだわ。例えば、番組終了後にアフタートークや未公開映像として、出演者たちが仲良く交流している様子を見せるとかね。確かにそういった工夫があれば、出演者たちの負担も減るかもしれないな。ここまで話してきて感じたかもしれないが、恋愛リアリティショーの制作者側には、出演者に対する配慮が足りないと思わないか？そうね。出演してくれてる人たちのために、もっとケアをしてあげるべきだと思う。番組を盛り上げてくれるのは何よりも出演者の行動だしね。視聴率に目がくらみすぎないようにしなきゃいけないと思うわ。本当にその通りだと思うぜ。制作者側に配慮が足りないことも、恋愛リアリティショーの裏に隠された大きな闇の一つだと思う。実際に、先ほどのテラスハウスでは、出演者に不利な同意書の存在があったらしい。不利な同意書？一体どんな内容の同意書だったの？詳しく教えてほしいわ。ああ、任せてくれ。テラスハウスでは、番組に迷惑をかけたら損害賠償責任を負う、という内容の同意書にサインさせていたことが、木村さんに起きた悲劇が報道された時に明るみに出た。なんてひどい同意書なの？出演者は物じゃないのよ。本当だよな。しかも、テラスハウスは1シーズンの放送期間が長かったんだ。そのため視聴者に飽きられないよう、制作者側が出演者たちに負担をかけた可能性もある。それが事実だったら、本当に呆れちゃうレベルだわ。台本なしで話が進んでいくのにプレッシャーだけはかけてたかもしれないなんて。本来は、制作者側と出演者側は対等な立場でなければならない。だからこそ、制作者側はもっと出演者側を大切にすべきだと思う。そうよね。出演者を使い捨てのコンテンツのように扱うことはあってはならないわよ。それに、出演者の言動や行動に炎上する可能性があったなら、そもそもその部分をオンエアしない方法を取ることだってできるはずじゃない？そうだ。実際に出演者間で何が起きていたとしても、それをオンエアするか決めるのは制作者側だ。だから、制作者側がもっと慎重になれば、出演者に対する誹謗中傷は防げるかもしれない。それができるだけでも、出演者への負担は減るはずなんだがな。どうにかして、出演者への負担が軽くなる措置が取られるといいわ。今回は、恋愛リアリティショーの闇について解説してきたが、恋愛リアリティショーには、リアルさという魅力がある反面、出演者に対するケアをもっと手厚くする必要があるということを分かってくれたか？ええ、よく分かったわ。今まではただ楽しんで恋愛リアリティショーを見てきたけど、その裏側で、出演者たちは辛い思いをしているかもしれないのね。そうなんだ。今後、こういった番組の制作者側には、出演者への誹謗中傷を予防したり、実際に誹謗中傷が行われたら法的措置を取ったりするなどといった、出演者をフォローする体制を万全にしてほしいぜ。そうね。リアルさが売りでもあくまでショーなのだから、出演者が悲しい思いをするようなことはあってはならないと思う。視聴者側や制作者側だけが美味しい思いをするような状態じゃなくて、出演者側ももっとリアルな恋愛を純粋に楽しみながら出演できるような、負担の少ない環境づくりをしてほしいわ。そうだな。私もそうなってほしいと強く思うぜ。それじゃあ、今回はこんなところで終わりにしたいと思う。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。